さんです。でタイトルが、動作情報に関する複数の音響パラメータへの多変数マッピングを用いた過聴化処方の考察ということです。じゃ あのちょっと準備できるまでお待ちください。首都大学東京の高野です。今回は、動作情報に関する、複数の音響パラメータへの多変数マッピングを用いた過聴化処方の考察というタイトルで発表させていただきます。今回の発表の流れは、まずデータの知覚化処方である過聴化について、動作情報の過聴化を題材にその使用事例や、関連性を説明して、そして次に今回のテーマであるパラメーターマッピングに関する考察を行います。そしてこれまで行ってきた多変数マッピングによる過聴化に関して、2つの、作品と、体験型システムによる展示発表を通して得られた考察などについて、説明させていただきます。まず知覚化に関してなんですが、知覚化は、データを五感で知覚可能な情報へ変換する手法で、視覚化研究の中でも、感覚フィードバックと呼ばれる生体情報を用いた知覚化では、フィードバック情報を用いた身体動作の分析やアートや、芸術などにおける表現の拡張などへの応用が盛んに行われています。動作情報を対象とした感覚フィードバックの知覚化手法の中でも、音を用いた知覚化表現である過聴化による、フィードバックは、有効であると考えられています。動作情報に、過聴化を用いる利点としては、視野を制限せずに全方位から情報が知覚可能という点と、リアルタイムに、動作中に情報を音として認知できるという点で、また、複数の変数を並列的に聴取することが可能という点と、対話的に情報等とリンクさせて、関係性を理解することが可能という点が挙げられます。このような点から、過聴化をフィードバックとして用いることによって、自身の動作を瞬時に分析することができ、スムーズな動作改善や、また身体情報の把握が可能になります。現在までに、このような聴覚情報に関する知覚化は、スポーツやリハビリなどの運動時の、身体運動支援や、その安定性を、生むためのフィードバックとして、応用研究が盛んに行われている状態です。過聴化を扱う上で、重要と思われる項目として、マッピング時の音響パラメーターの選択がその一つの課題として挙げられます。過聴化手法の一つであるパラメータマッピングソニフィケーションでは、情報の持つ変化を音響パラメータの変化として扱うことで、その音響パラメータの変異として情報の動きを、把握するという手法が、行われています。一般的に、広く選択されている音響パラメータは周波数で、選択されている理由としては、他の音響パラメータよりも認識できる、変化に対する解像度が高い、ことから、その情報の持つ変異に対して細かい変化の考察ができるという理由で、用いられていると考えられます。これは、ソニフィケーションハンドブックという、過聴化に関する系統的な考察が行われている文献に、載っている、パラメータマッピングの章にある、そのマッピングの、モデル化された図です。左側の情報が持つ、要素や、その数など形態に対して、右側の音響パラメータ群で、どのような補完や、音響パラメータの設定などがあるかというのが図式化されています。情報の大まかな流れとしては、事前処理されたデータの値をマッピングに関する、補完をどのように選択するかっていうのと、その次に、スケーリングなどを行ってから、どういうパラメータにマッピングするかっていう流れになっています。
で、多くの課長研究では、まあ、主に一次元的な音響情報への変換が行われていると考えられ、1対1の対応付けになっていて、これは情報の持つ変異に対して一つの音響パラメータへのマッピングを行って、そのパラメータの変異として、音響情報を考察する手法が取り入れられていると考えられます。で、この、一つの音響パラメータのみでの提示は、聴取者への認知負担、が少ないので、まあ、簡易的に音による、情報の分析が行えることが、可能になると考えられています。一方で、一つの音響パラメータだけではなく、複数次元の音響パラメータを用いることで、多変数の、情報を扱う場合などに、その複数次元の音響パラメータの変異として多変数の、動きを、認識することができるような提示法が、可能になると考えられていて、今回は、昨年度から、現在に至るまでこの多変数マッピングの手法を、動作情報の過剰化に応用して、研究していて、その、まあ、腕の動きの持つ加速度や位置情報の、複数の軸の情報の、変異を音響パラメータに割り当てて、まあ、いくつかのマッピングパターンを用いて単音による動作情報の提示を行ってきました。まあ、音響パラメータに関しては周波数や低位な音量などの知覚しやすい、要素以外にその他の、FM や AM などの変調や特殊効果などのパラメータを用いることによって、多軸の情報を単音として、提示する手法をとっています。これまで、行ってきた動作情報の過剰化研究は、主に2つの展示発表において、制作したその動作情報の過剰化システムを用いた実践を行ってきました。1つ目は、昨年の12月に、JSSA にて実演パフォーマンスに向けたもので、制作した過剰化システムを用いた、腕のストローク情報の過剰化の実演を行いました。その制作過程や、実践で得られた考察をもとに、再度、システムに変更を加えて、今年の3月に、情報処理学会のインタラクションにて、ポスターセッションの会場で、体験型システムの展示を行いました。今回はこの2つの展示に、で用いたシステムの大まかな構成についてまず、説明していきたいと思います。制作を行った過剰化システムで使用しているソフトウェアは、主に2つで、システム その情報処理部の部分にはプロセッシングを利用し、取得情報のスケーリングや補完処理などを行っています。音響生成部の部分には、音響プログラミング言語のスーパーコライダーを使用していて、音響パラメーターの生成や、音響生成に用いる、シンセサイザーの関数などの定義を行いました。内部の、システムの大まかな流れとしては、まず、加速度や位置情報の情報を取得して、それらを、まあ、0、1の範囲にノーマライズしてから、まあ、音階やステップ関数を用いた音階などへのスケーリングと、あとはその指数補完などの、まあ、線形補完などを行っています。で、それぞれ、スケーリングした値を、複数の音響パラメーターに、まあ、対応する範囲にスケーリングしてからマッピングするっていう工程をとっています。スーパーコライダー内部で生成した、シンセサイザーの関数は、主にサイン波やパルス波などを用いた、オシレーター音源と、フィルタリングやパンニングによるコントロールが可能なノイズの音源と、また、グラニュラーサンプリングを、のパラメータをコントロールするサウンドファイルの音源の3つを、使用しています。
関数の中にはいくつかの音響パラメータを引数として宣言していて、引数に、入力情報、動作情報を、マッピングすることで音響情報の制御を行いました。まず初めに、このシステムを用いて行った実演パフォーマンスでは、楽曲のシーケンスに合わせていくつかの腕のストロークをモチーフに動作情報の可視化を行いました。先ほど、挙げたオシレーターとノイズとサウンドファイルの3つの音源を用いていて、写真は、左側が実演時のもので、まあ、演出として、ビジュアライズした動作情報の、提示も行っています。パフォーマンス時の、に用いたシステムは、手に、加速度センサーを装着して、XB というあの無線通信のデバイスを用いて PC にシリアル通信で、動作情報の送信を行っています。位置情報に関しては、パソコンのウェブカメラから得た映像をプロセッシングによって画像処理を行って、位置情報の取得を行っています。そしてそれらの動作情報をプロセッシング内でスケーリング保管を行って、シンセ関数の引数マッピングしてリアルタイムで音響の提示を行いました。で、一応あの簡単なあのマッピングの事例として、まあ、一次元的なマッピングでは、まあ、単純にあの位置情報、あの Y 軸の動きと、周波数を結びつけて提示しています。で次に、次元数を増やして二変数のマッピングでは、例えばなんですけどその周波数と定義によって、まあ、音によるその周波数と、パンニングによる空間把握などを可能にする提示を行ってます。一般的にはこのような主要なパラメーターに対しての動作情報のマッピングが行われていて、で今回行う多変数マッピングに関してはその他の特殊効果的な FM だったり AM などのパラメーターを用いることで手の回転や屈伸などの細かい動きの要素を表現することができるんじゃないかなっていうので、多変数マッピングを用いた動作情報の可視化を、ちょっと試みようと思っています。ちょっとまだスケーリングとか制御があまりできてない部分があるので、今はちょっとこのような状態で提示を行っています。で パフォーマンスの時はこういう風な音の提示を行っていたんですが、その制作過程や、実演時のに自分で、自身で得た考察としては、まあ、先行事例でも触れたように周波数や音量などの、まあ、比較的認識しやすいパラメータの変化は、まあ、優先的に知覚しやすいので、まあ、一番最初にパラメータとして選択される音響であるなって感じたのと、動きの手の位置情報とかが周波数や定位などの空間的なものを表現するパラメータと関連付けがしやすいなという印象がありました。また音量に関してなんですけど、細かな変量を音量では認識することが難しいと感じたので、基本的にはトリガー的な効果に限定されるのかなという印象でした。でまた今回特殊効果的なパラメータに関して、パラメータに与えるその入力のスケーリング値によって他の、パラメータにも影響してしまうっていう、面があったので、今後は他のパラメーターの変化も明瞭に認識が可能な、まあ、最適なスケーリング値を、検討していく必要があるなと考えられました。で、パ
フォーマンスの、まあ、反省点も踏まえて、今年の3月に、情報処理学会のインタラクションのインタラクティブセッションで要素を位置情報と、提示する音を知れたわけに限定した状態で発表を行いました。位置情報の取得は、手の動きのが取得可能なリープモーションというデバイスを使って、前日と同様のシステムを用いて音響パラメータへのマッピングと生成を行っています。前回の 実演時には、持続的な音響を用いていたんですが、ここでは離散的な、楽音による提示を行って、動作情報、楽音のパターンやパッセージとしての提示を行いました。さらに以前から制作を行っていた、対話的に、過聴化を行うための GUI を実装して、音色や音階の選択、またそのレートの設定などを行えるようにしています。そして今後の動作支援とか、身体認識の拡張に関する実験も兼ねて、簡単な動作課題として空間上に、手で円を描く動作を、ものを制作して、音による円の提示やそれに追従する課題などを行えるようにしています。まあ、展示時にはその XY のあのパラメータに周波数と定位だけをマッピングしたシンプルな提示になっていて、まあ、ユーザーに認知負担が少ない状態でかつステップ関数を用いた音階による、パッセージ音のパターンとしての提示を行って、動作とその音のパッセージを結びつけやすいような、まあ目的で、変更を行ってます。一応デモの映像だと、まあ、前回と少し変わったのは、一応その、スケーリングができる部分と、まあ、変調が行えるっていうところとかで、まあ、今後は一応そのパラメータのスケーリングとかもリアルタイム変えれるようにはしていきたいと思っていて、今こう、まあ、調の設定とかも GUI で行えるようになってます。で、まあ、動作課題として簡単なこう空間にストロークを円でストローク描きますみたいなのをちょっと実験的に試してやってみました。で、ここの展示の際に得られた考察としては、離散的な音響を用いることによって、タイミングの把握がその律動として、把握しやすいのではないかっていう印象があったのと、またその離散的な提示音とその楽音を用いることで音楽的なパッセージとしての聞き取りやすさだったりとか、認識のしやすさがあって、音によるその動作情報の表現に対する動機づけや興味のきっかけとして使いやすいという印象がありました。今後はその追加した GUI や追従課題の機能に関してリアルタイムにパラメータを調節できるスライダーや他の追従課題のテスト、またその動きのデータ保存やその分析機能を追加して実践的に動作情報の過剰化がの検証が可能な方向に持っていきたいと考えています。以上で、プレゼンは終わりなんですが、まあ、今後は、実践的な課題に向けて、動作情報の過剰化に関して、まあ、どの程度の次元数の利用が認知負担が少なく最適にその動作情報の把握だったりとか身体の、認知の拡張が行えるかっていうのをいろいろ簡単な課題とかを通してやっていきたいと考えています。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうしましたら、また10分ほど時間ありますので、質問ある方お願いいたします。はい、ちょっといくつか申し上げたいことがあったんですけど、ちょっと細かいところ書いてきますね。一番最初に、視覚にとらわれずにその音をっていう、なんか
これに関してはその後に、おっしゃっていた例えばそのファンディングとかの行為、はい、ということもありましたけれども、もう一つはその音の、その例えばその倍音をどのぐらい含む音か、あるいはその超低音か高音かっていうことによっても、その音の方位の認知というのは変わってくるので、それは多分今後のその音色の作り方とか、そういうことに活かせると思うんですね。例えば、そうだな、いわゆるサブウーファーのスピーカーというのは、ステレオ関係なく、ちょっと右寄りとかに置いても、あまりその低音っていうのはどこから飛んでくるかっていうのは、認知されず、その低音のみが聞こえる。そうですね。逆に、例えば、いわゆるガラケー、昔の携帯電話とかでよくあったような、ちょっとその高音が足されるようなアレンジをされているその着メロっていうのがあって、でそれはなぜかっていうと、その家のどこに携帯が置いたかわからなくても、大体その音が飛んでくる音が聞きどこから飛んでくると聞き取りやすい、その高音なんていうか、高音っていうのはそういう構成のある、音として認識しやすいので、そういう、わずとそういうふうな音のアレンジをされているというのもあったわけです。ですからその、バンギングなんかと合わせて、その高音や低音をどのように見せたりしていくかというのが、あるかなという、ことをまず思った一つです。で、ちょっとこれからはもうちょっと突っ込んだ話をしたいんですけれど、ものすごくね、複雑にというか、もうすごくよく作り込んだいわゆる楽器ですよね。それを制作されたっていうようなことはすごくよくわかるし、それはすごくもう拍手したいと思っているんですけど、でそれを用いてどんなパフォーマンスをして、どこが面白いのかっていうのが今後 の、 その課題になっているかと思うんですね。で、例えば僕は20年くらい前に、本当にもうパッチとか行かないかぐらいだった時に、高岡先生いらっしゃいます。僕は当時玉川大学の学部で学んでいて、で、高岡先生は東工大でしたっけ、別の大学でも教えていらしてて、で東工大にゲストのアメリカ人が先生が来るからっていうことで、それを授業を見に行って、でデータグローブをその方が持ってきていて、で傾けるといろんな音色が出るよという、コンセプトとして今に非常に近いことをやってたんですよ。で僕はその時に何か質問がある人ということで、で質問したのは、それは楽器としては分かったんだけれど、じゃあそれをもとめて、ね、作曲っていう風になった時に、すごくその、あまりにも可能性が開かれすぎていて、じゃあ何がその音楽として、その音楽作品として一つの音楽作品に成り立つんですかっていうことを確か申し上げた記憶があるように、そういう思い出があります。でもう一つはそれを用いて、例えばそのダンスのようなパフォーマンスをするのは良いのですけど、これ実際僕の経験にも基づきますけれど、一度、イタリアのそのアッシーという町の山奥で、自主コンサートみたいなことをしたことがあって、田舎の人たちがこう集まって、でパフォーマンスを見たわけですね。でまずその書かれた、例えばソプラノでエレクトロニクスとかで、そうですね、作品に関してはすごく反応を示してくれたんですけど、時間が余ったから何かやろうということで、Bリモコンをその時に持参していたので、それにオシレーターとか、FM の各パラメーターとかをやって、それをこうひょひょいってくれば何か、音が出るっていうようなものを作ったわけです。で、
3、4分ほど僕がこうそこで踊ったわけですよ。僕はあのダンスを専門的にやったわけじゃないです。めちゃめちゃ感じます。はい、すいません。すいません、あの質問は一件一件切って回答を切って、まあ、次やるなら次。ああ、すいません。要するに飽きてしまうっていうのがあるので、そのなんていうのかな、それパフォーマンスをする人に、もっとその専門性を持たせた方がいいんじゃないかなっていうところはちょっと思ったんですが、例えばダンス、あるダンスの専門の人がやったと思ってます。ちょっとそのなんだろうな、結構根本的な問題なんですけど、自分の場合これはパフォーマンスとかアート作品に使うっていう目的で作ってるわけじゃなくて、要はあの音のパッセージだったりとかを、要は人間は運動やの中でその楽器の動きと音っていうのを連動させて、音だけ聞いてその指の動きとかを認識できるっていう人間のその知覚特性とを連動させて、その動作学習とか身体のその、まあ、認識の拡張みたいのに音を使うっていうイメージで今このシステムを作っていて、でちょっとあの学音的なものを使うのは、まあ、入り口としてその、あの簡単なこうメロディーっていうのと自分の動きがこうなってるんだっていうのを把握しやすいような、まあ、そのユーザーとそのシステムの対話的なその動作支援とかその身体認知の、を円滑にするシステムみたいな方向性で考えていて、そうですね、パフォーマンスってなると、ちょっとあんまりその自分はもう連想があの想像がついてなかったので、その辺はちょっとあの、まあ、あの制作の方向とかにあのアート方面に行く場合とかは考えた方がいいとは感じました。はい、そうですね。はい、はい、じゃあ他にはありますでしょうか。あ、じゃあ小坂先生。あの今の馬堀さんの質問が含んじゃってるのかもしれなくて、で私が聞き逃したかもしれないんですが、この、動作 との間のソニフィケーションもですね、こういう音であってほしいというようなこう共通点というか、そういう仕様というか、そういうものありますか。で例えばですね、どういうことが答えとして期待しているかっていうと、例えば複雑な動きがあると音も複雑に聞こえるとかですね、それは共通点がありますよね。非常にこう説得力があると。あるいは私がやっているそのイシピケーションは、情動が入ってきて、この動きとかこの、メディアでは非常に悲しい印象があるので音も悲しく聞こえてほしいとかっていうだと、それがないよりは理解しやすいかなって思いがあって、そういうのを縛りを入れてソニフィケーションしたいというスペックを私は今持ってるんですね。でそういう目的ではないかもしれませんが、じゃあ何をそこに、共通項か、まあ、スペックというか、ユーザーカスタマイズして選べるかもしれないけれども、じゃあ何でもいいのかというのはそうでもないと思うので、ちょっと説明されたかもしれないんですけど、聞き逃しちゃったというか、そこのその共通点というか、何をメディアは変えてるけども何か共通に維持しているものっていうのはあるのか、それもないのか。今は、まあ、軸としてやろうとしているのは腕の動きの可調化っていうのを中心に扱っていて、腕のストロークっていうのは基本的に、どのスポーツのスイングとかピッチングとかでも共通な、まあ、要素があって、その部分を、まあ、主要な成分をどこに注目したらいいかっていうのを周波数に、まず一番優先的な部分を周波数にあり当てて、その他の細かい部分は他の、まあ、音色に関連する部分に割り当てることで、まあ、細かい動きも、その複雑な音響の変化とかで、まあ、意識的に理解できてなくても無意識的に動きとその音のパターンっていうのを関連付けることができるんじゃないかっていうので、そのまず腕のストロークに着目してやろうとしています。なんか自分の話と関連付けはいけませんが、私が見てるのはですね、その例えば、こういう動きをパラメータと対応させると、例えばテンポラルのですね、時間的なものは例えば早く動いたから音も早く来るとかっていう、そういう非常にミクロな、
下位の部分ではテンポラルなものが対応しますから、それは共通項であって受け入れやすいんですね。でさらにその上に例えば、まあ、身体で言えば手だけじゃなくて手も足もなんとかって言えば、その上にさらにまた抽象的な情動が加わったりとかって別のニュアンスが上位概念として伴いますよね。だからそういうものも、まあ、できればいいなと私も思うんですが、まあ、今のところはそうでなくて非常にプリミティブなものを対応すれば、そうですね、そこに伴うものは例えば今おっしゃっているのはテンポラルなものは、まあ、ついて結果はついてくると、そういうところで今やってるというよりがいいですか。そうですね、今本当にシンプルなサイン等とかからスタートしようとしていて、その他のなんか、まあ、上のこう結構その医学的な部分とか、まあ、置いておいてっていう状態でやろうとしています。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと過ぎてますが、最後に1件だけ。あれ、今の質問で質問内容がちょっと変わってしまったんですけど、身体動作情報のソニフィケーションの方が、ソニフィケーションなんでしたっけ、なんかこう言ってる内容はもしかしたらその身体の拡張を音によって行うのかなって思って。その身体の認識の拡張ですか。あ、認識の拡張。あ、じゃあ要は今までは普通に、はい、まあ、フィードバックは感じながら動作してるんですけど、人間はその部分を音で拡張してよりこうどういうふうに動いてるかっていうのを正確に把握したりとかっていうのを、感覚の拡張だとして、そしてそのビジュアルを用いて視覚的なフィードバックっていうのを採用したっていうのは何かメリット。あれはパフォーマンスで、そのまあ分かりやすくこう、まあ、演出としてやっただけで、まあ、今後実際に実験とかやっていく段階では、まあ、音をメインにやって、まあ、視覚情報によるフィードバックも有効性はあると思うので、まあ、それの組み合わせとかも考慮しつつっていう、まあ、パフォーマンス上のやつは特に関係がない。別な作品というか、研究としては別な方、派生したもの。そうですね。あ、分かりました。はい、じゃあそれじゃあ高田さん、どうもありがとうございました。はい、それ